はい、どうもです。親父のお昼ご飯の時間です。今日もお昼ご飯をもうお腹空いちゃったな。今日なんかね、ちょっと最近食べたくなってた梅のおにぎり、具たっぷり紀州南高梅、はい、125円。梅って言えばもう100円が定番だったんですけどね、まだもうちょっと定番なんですけどね、丸ごとソーセージですね、マルチンパンです。おすすめ惣菜パン、パングルメってことで、ちょっとパッケージがねプラスアルファされております。何から食べようかな、梅から食べようかな。いただきます。しかし今日は暑い、暑い上に蒸しておる上に今日の仕事場が初めてのところに行かされてるんで、めんどくさい。おにぎり作ってきたいんだけど絶対傷んじゃうからさ、うん、うまいの。で、今日はいつも仕事の指示出ししてるところがに入ってないから結構ぐちゃぐちゃっぽいな。うん、美味しい。梅おにぎり美味しいわ。夏は特にいいんじゃない？梅。ちょっと甘みがある、これ。蜂蜜とは書いてなかったと思うけど。甘めが好きだから嬉しい。またね、梅食べたい病が出てんのよ、最近。定期的に出る。でも梅干しってやっぱり塩分多いもんね。一日一粒ぐらいならいいのかな？二粒ぐらいはどうなのかな？皮もほんと安定。ほんとカレーパンも食べたいんだけどさ、揚げ物条例に引っかかるからさ、あの山崎のカレーパンは最近食べてないな。日曜日なんかにたまに、日曜日はもうだいたい友達と出かけると揚げ物食べるから、スーパー寄ってお弁当買うと、まあ、パン屋でカレーパン買ったりとかもするんだけど、パン屋でカレーパンだから山崎のカレーパン買わないからね。そもそも週2回の揚げ物の日にカレーパン買うのがもったいない気もするし、例えばもうね、3月ぐらいからちょっと高校生が来るのね、たまに。
今のって言うとちょっと語弊があるかもしれないけど、5人ぐらい来てんのかな。挨拶できないね、その子たちに関しては。まあ一人は直属で教えてたからたまに挨拶してくるんだけど、他は挨拶してこないわ。今あんまり挨拶とかないのかな。多分ほとんどの人が挨拶できると思うのよ。たまたまうちに来てるのが重なってるだけだと思うんだけど、でも続いちゃうとやっぱりね、どうなのかなと思うね。実際動画上げてコメントなんかでも、しっかり敬語使ってコメントくれる方もいれば、そうでない人もいるわけで、私なんか基本慣れてくるまでは年下だろうが敬語を使うけどね。もうお互いがある程度許せる範囲だなっていうのをこう感じ出せばタメ口で話したりもするけど、あ、ちょっと熱暴走出てきたな。一回冷やしますね。はい、ってことでね、まあ、正直挨拶ぐらいはした方がいいなと思うよ。やっぱこの世界一人じゃ生きていけないんでね、誰かしらと関わって生きてるから、まあ、最低限の、まあ、ルールっていうかマナーっていうか、そうするとね、また、まあ、そういうそもそも挨拶しない人たちに関してはそういうものがないだろうから、まあ、そういう言葉だけじゃ表せないんだけど、まあ、人間関係がよく進むと思うよ。うん。まあ、ちょっと嫌いなやつでも挨拶するかしないかで変わってくると思うんでね。私もね、まあ、親から教わって今まで来て、自分の子供にも教えようとね、まあ、子供今いないですけど、まあ、子供ができた時とかね、教えようと思ってるのがやっぱり挨拶ね。挨拶はこれはもう絶対必要だと思ってます。挨拶をするってことと、あとは少なくても自分がされて嫌なことは人にはしない。まあ、家族がされて嫌なことは人にはしない。友達がされて嫌なことは人にはしない。まあ、そういうことを、その2点ぐらいはちょっと気をつけては生きてますね。私もまあ至らぬところいっぱいあると思うんですけども、最低限その2点に関しては気をつけて、まあ気をつけてというか、まあ心にね、こう決めて人生をね歩んでおります。まあ挨拶ぐらいした方がいいと思うよ。うん、それだけで相手の対応変わってくるから。結構私なんでコロッと言っちゃうからね。対応が良ければ優しくしてあげようとか、しっかり教えてあげようとかっていうのを思っちゃうタイプなんでね。うん。おはようございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。別に難しい言葉じゃないんでね、した方がいいんじゃないかと思います。そういう話ですよ。うん。なんかテンションが暗い話になっちゃってるな。今日はね、何曜日だ？今日はね、水曜日。明日お休みなんだよな。明日も雨ってことなんでね。
ちょっと何しようかなっていうのはないし、まだ梅雨も明けてないんで、そろそろね、今日が3日で明日が4日か、10日ぐらいになってくると月が見え始めてくるから、それまでには梅雨が明けてくれるか、晴れ間が覗いてくれるとね、ちょっと私楽しみではあるんですけど、本当月最近好きだな。はい、ってことで今日はね、梅のおにぎりと丸ごとソーセージパン食べました。ちょっと梅おにぎりハマってるんで、なんかローソンとファミマとセブンイレブンぐらいの梅おにぎり3つぐらい買って、まあ、食べ比べじゃないけど、ちょっと食べてみたいななんて思ってます。お値段はね、まあこれはちょっと125円で高かったけど、とはいえ120円ぐらいだったらね、3つ買っても360円ぐらいなんで、まあそこさほどいかないんで。でも梅おにぎり3つも食べたら塩分取りすぎかな。本当はツナマヨで最初やろうと思ってたんですけどね、まあ、ちょっと悩んでます。コンビニごとの食べ比べて自分の中でも気になるものがいっぱいあるんでね、まあ、何個かこれからやっていこうかなと思ってるんですけど、なかなか3コンビニをね、こう行くっていうタイミングがなかなかないもんでね、行けてないんですけど。はい、ってことでね、終わりちょっとぐちゃぐちゃになっちゃったんですけど、そんな感じでした。近況報告でございました。ご視聴ありがとうございました。おはようでした。バイバイ。